皆さんこんにちは、森脇亮太です。今シーズン無事に、皆さんの応援のおかげで京都サンガ FC J1 昇格することができました。本当に大変なシーズンであったことは間違いないですけど、皆さんの熱いサポートを受けながら、支えていただきながら、みんなで掴んだ J1 昇格だというふうに思ってます。今シーズンあと1試合残ってますけど、ここまでのサポートに本当に感謝してます。ありがとうございます。そして、今日は森脇から皆さんに一つ報告があります。先ほど京都サンガ FC の方から、来シーズン契約を結ばないと、そういう通知をいただきました。僕自身京都サンガ FC で、過ごさせてもらった時間は2年間という時間でしたけど、本当に僕の中で、濃い時間を過ごすことができたかなというふうに思ってます。ですけどやっぱりこの2年間、僕自身、怪我も多かったり、試合になかなか絡めなかったりと、プレイヤーとして、京都サンガ FC に貢献できたことは何があったかなと考えた時には本当に何もなかったんじゃないかなというふうに思ってます。こういう結果になったのも自分自身の実力不足だというふうに捉えてます。僕自身何もできなかったですけど、それだけが僕の中で少し心残りというか、悔しい気持ちで、いっぱいです。今後のね、森脇亮太に関してはまだ本当に何も決まってなくて、どうしていこうかなっていう感じですけど、まあ、京都サンガ FC での冒険は終わりましたけど、森脇亮太自身の人生の冒険はね、まだまだ続いていくというふうに思ってるんで、その冒険を楽しみながらね、いろんなことにチャレンジしていきたいなと、今後のことはこれからねしっかり考えていきたいなと思うので、皆さん今後とも森脇亮太の応援をよろしくお願いします。本当に2年間お世話になりました。そして日頃から森脇亮太を応援していただいている方、本当に今年も熱いサポート応援ありがとうございます。これからも森脇亮太らしく一生懸命頑張っていきたいなというふうに思ってるんで、今後とも森脇亮太のサポート応援をよろしくお願いします。そして最後になりますけど、明日ラスト1試合、京都サンガ FC で過ごすラスト1試合が京都サンガスタジアム by 京セラの方で、行われます。皆さん最後の試合に、今シーズン最後の試合になりますけど、最後の最後まで、森脇らしく、そして京都サンガ FC らしく戦うので、ぜひスタジアムの方に足を運んで応援してください。スタジアムに来られる方、スタジアムで、熱く盛り上がっていきましょう。必ず勝利して、勝利した後はサポーター、選手、みんなで大盛り上がりで、シーズンを締めくくりたいなと思います。皆さん楽しみにしておいてください。ありがとうございました。